ばんは。こんばんは。こんばんはでーす。みんなチケット大丈夫そうですか？沖縄のバーベキュー買おうとしてくれてるみんなは買えたかな？沖縄ちょっとちいかわが飲むしろじなんかかったよちいかわって M でもおっさんそう焦ってる。アクセス集中。さっきさなんか私見てたらさ一瞬だけ入れてさ、私が入れってどうすんねんって思ったんだけどさ、これごっこ T シャツじゃない。ごっこのロゴによく似てるけどごっこ T シャツじゃないです。あのマリークワントです。ごっこはあのクローバーだから。みんなこんにちは。結局じゃ出んねんね。신메일이안와요。あ、진짜요？결제는할수있겠죠？沖縄ね。せっかくだから沖縄みんな来てほしいな。来れたら。来てほしいな。沖縄でバーベキューなんてさ、次いつできるかわかんないじゃん。沖縄コレクションの方にチケットがないから。もうファースト写真集も紙版で再生してほしい。ファースト写真集はもうないかも。10版かかってないからないかもしれない。もうないです。この世に多分もう紙の写真集存在してないです、在庫で。だセカンド写真集はそれこそその10版をいっぱい書きましょう。3回ぐらい書きましょう。セカンド写真集ベトナムでね撮ってきました。みんな分かんなかったでしょ、私がいつベトナムに行ってたか。こんばんは。うらちゃんこんばんは。こんばんは。うちゃんこんばんは。やんちゃんほやんほーさくちゃん。そうセカンド写真集の発売日が決定しまして、12月7日に発売が決定しました。ファースト写真集激レアどころかもうないんじゃないかな。青材来てるんちゃ超楽しみ、超楽しみ。そう青材をねベトナムで撮ったんです写真集。だから青材来ました。なあちゃん本当に好きです。前に見てて本当に可愛かったです。嬉しい、ありがとうございます。よかったら会えるイベントとかもあるたまにあるのでよかったら会いに来てください。そう写真集ある、可愛い大好き買います。嬉しい、ありがとうございます。12月7日新集は12月7日です。まあ、ちらほらみんなさツイッターでさエゴさしてるともうリンク出てるからもういいのかなと思ってるんだけど、まあいつものごとくカレンダーみたいなのも出たりするかもしれないから、ふんちゃんがこだったおざいどうなんだろう、どうなのだろう、死ぬほど迷いました本当にあんまり話すとね当日話すことなくなっちゃうからそのシード行くんだけど絶対行きたいです。待ってます。しかし私もネットサイバー買う機会あるかな、あるかな、わかんないです。좋아하는머리스타일을하고있으니몇명지켜서할수있을것같아요。아진짜요？이거좋아해요？아変えた人いる？大丈夫、変えるよ。諦めない。だってみんな来てくれなかったら
そう、みんな来てくれなかったらさ、私ぼっちになっちゃうからさ、みんな来てよ。みんながいなかったら私ぼっちになっちゃう。どうしたらいいの、その場合。すみっこ暮らしだよ。一人で焼いてさ、一人で食べ、ただ一人焼肉じゃん、そんなの。焼肉ライクと変わんないよ。その分のバーベキューじゃない。そうだよ、バーベキューじゃない、そんなの。でもじさじみちのね、財布あげちゃおう、休みちょっけんねよ、ちょっけっちょ。지금은내전이없는데있으면좋겠다ライブ聞いた際リロードして読み込み待つを繰り返したらそのうちつながると思う。だそうです。たまさん、たまさんがいてさ、たまさんがいてさ、なんかあれなんだ、みんなで車に乗れるぐらいの人数だね。たまさん家でやった方がいいんじゃない。完全なたまさんがここに来てる。今地形発頑張ってるのかも。そうです、ママです。うん、一人焼肉だよ、本当に。筋肉ライク知ってんだ、俺。しんいち行ったことないけど知ってる。一人焼肉の焼肉屋さんの、うん、焼肉ライクは、ね、どこにある。いろんなとこにあるよ。じゃあ行こうと。ママなんか焼肉食べてさ、みんな沖縄コレクションしよう。私なんか焼肉いっぱい食べれるようにかぼちゃジュース持ってくからさ、いっぱい食べるからさ、みんなもいっぱい食べよう。一緒に食べよう。でも一緒に食べる相手がいないとさ、それはただの焼肉バーベキューじゃないから、絶対にみんな来ないと。かぼちゃジュース持っていくってそれ自分の分だけやろ。でへ、バレた、バレた。いや、一人行動できなくはないけど孤独は嫌なの。いい、みんなあの1人って書く。私1人は大丈夫だけど、あの1人のさ、あの独身の毒がつく1人は得意じゃない。孤独は悲しい。だからみんなわざわざ沖縄まで行って一人焼肉私にさせないで、みんなで ご飯食べて仲良くなろう。さらにまあ、アルコールはちょっとダメなんだけどね、未成年がいるからさ、ごめんね。언제알려주면다같이먹을먹을호박지수사갈거에진짜요진짜요호박지수먹자저도먹고싶은데나호박지수너무좋아그맛이좋아하는게아니라그효과가좋아하는거예요호박지수가かぼちゃジュースって別にあんまり美味しくはないんですけど、味が好きなんじゃなくて、あの効果が好きなんです。むくみが取れるから。ベビキュープルコーギーを한다고하면진짜먹으면서행복할듯。진짜고기넘쳤죠。ベビキュー에서구운고기가。한국어말하는거죠。올리비앙에서있는거。맞아요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 그거죠。한국거예요。저한국에서못사서일본에돌아가서일본에서냈어요。구매했어요。한국말하는거설레예쁘다고마워요윤짱은가나지마지않다며니모르면기대미나기대난다간과나지도민교시다민교시마시다민교지민교시는아니게도난가간과애들을스키니나때ちょっと난가見てたらこうなってました。みんなだみんなだ。コミュニケーションがどうしようどうしよう。でもさ、変えた方がいいんじゃない、その早くゲットできた方が。あ、でもこんばんは、まえちゃんこんばんは。ボムはそう、先行カットです。あれ、ボム、あ、ちょっとボム取ってくるね。ボム、ボム、このツタヤ限定版、違う、ツタヤ限定版じゃないか、別冊限定版、いや、ツタヤ限定版かで、あの裏表紙してます。
中身は一緒ですが3年ぶりの写真集発売、12月7日ベトナム、いつの間に行ってました、いつしたのか言っていいのかな、でもね結構驚くと思いますね。準備はないときますね。まあでも言っていいよってなった場合にそのなんかネタがなくなっちゃう、その当日話すとか。でも先行カットも結構いろんな写真というかいろんなというかいい写真が載ってますので驚く準備できてます。かわいい、全然アクセスできないね。タイトルは未定です、まだ。でもこのインタビューを行った後にしたんですけど、どっかのインタビューにも載ってたけど間違えて普通にベトナムで撮影したのにベトナムの旅行って言っちゃったぐらい普通に旅行だと思って撮影してました。間違え、本当に見かけ値で間違えてベトナム旅行、あ、撮影が。それはもう書かれちゃってるんです、インタビューに、どっかのインタビューに書いてあるんでもういいんですけど、そんな感じで楽しく撮影しました。なのできっとこの楽しさが出てると思います、顔にも。ね、みんなが言ってくれてる4文字ぐらいの5文字ぐらいのやつも私言いたいんだけど、それも言っていいか分かんないからまだ口チャックしとくね、私からは。もうさっき言っちゃったような気がするけど、まあ、いいか。でも私これ伝えじゃないところで買ったんだけど置いてありました、なんで？あれツタヤだったのかな？ねえ、だから今言おうと思ったのは、あそこってツタヤなの？わかんない。わかんないんだよ。仕事だから横打ち明け、そうなんよ。いや、仕事だと思ってやってましたよ。もちろんちゃんと。ちゃんと撮影だと思ってたけど、楽しすぎて。楽しすぎてよ。あとスタッフさんも編集さんもずっとボムはずっとその同じ編集さんだし、カメラマンさんもミスマガ時代からよく撮ってくださってる方だし、メイクさんもスタイリストさんも仲のいい方で、みんなノリのいい感じの方だったからノリノリで撮ってました。指気づきめちゃくちゃ、ちょっと持ってきていいのかな、どうなんだろう、わかんないよ。キットが揃ってんのかな、私そういうなんかバーベキューみたいなイベントするの初めてなんだよね。私に聞いてみて、絶対買う気、ありがとう。ツタヤなのかな、あそこ。だいたい山が買ったが来たって締め切りが全然出せなかった、泣いちゃった。無理力ちゃん送っちゃう？イベントはまだちょっと分かんないですね。でもできたらいいなと思ってますが。深い BBQ 行きたかった。演説のお父さんちゃんと対応しようか。あ、山猫来てくださったんですね。ありがとうございます。来てほしい。ファンデーション今日は品質。のリキッドすごい久々に使いました。さすがリトちゃん行った人はよく買ってた、ね、きっとあるってね、揃ってたみたい。韓国とか行きてんのよ、タイばっか。あーでもどっちも行っちゃった今年、ごめんソニコロさん。なんでソニコロさんタイばっかなの？ね、髪かわいい、ありがとうございます。肉野菜焼きそば飲むのあるんじゃないかな。なるほど、焼きそば食べたい、もう食べたい。誰が作ってくれるの？私が作るの、もしかして。
味しくなくなるかもしれないから、みんなが作った方がいいよ多分。いや私ずっとそうするからね。私右手には箸、左手には皿、もう離さないから。へへへへ、でワク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 って顔して待ってるね。トリガー会、トリガー会。でもみんなあんなに揃ったの久々で、結構ガチで久々で。何話したっけな。でもずっと誰かが喋ってました。そりゃそうやろ。じゃあ本当になんか全員一気に喋るみたいな感じで喋るので、全員本当に全員一気に喋るから、何話してるのか分かんない瞬間とかもちょっとありつつ。あとなんだっけ、マーダーミステリーみたいな、なんか人狼ゲームの殺人事件版みたいなやつをみんなで やったんです。なんかひまりさんがやりたいって言ってて、じゃあやりましょうって言って、30分ぐらいで、なんかいろんなパターンがあるらしいんだけど、30分ぐらいでできる初心者向けのやつを、マーダーミステリーみたいなやつをやって、それも楽しかったけど、なんかケイさんがずっとその自分、なんかあれマーダーミステリーって自分それぞれに役割があるの。あなたは村人 B ですよ、村人 A ですよみたいな感じでいろいろ役割があって、自分の役割のところにいろいろ設定が書いてあるんですよ。男し、なん白い服着てるみたいな感じで、でそれをそのそれぞれが役割を持った上でその演じながら、女だけど男の場合もあるから、それを演じながらやるわけですけど、ケイさんがずっと自分の役を理解してなくて。ちゃんと読み込む時間を作ってるのに、なんかずっと読んでるんだけど、ずっと一生理解してなくて。でなんかみんなそれぞれ色があるの、服に、白い服です、赤い服ですみたいな感じで、でケイさんが自分の自己紹介するときに、俺んとこ、え、で、ケイさん服何色ですかって聞いたら、俺んとこ何服、全然服の色とか書いてないよとかってずっと言ってて、まあまあまあみたいな、別に色はそんなに重要じゃないから進めましょうかとかって言って、全部終わった後に、全部だよ、もう人狼も分かっ、人狼も投票終わって、全部ゲームが終わった後に、あ、俺服書いてあったわって。どこ読んでたんですか、ケイさん。全員に言われてたし、なんか村長が死んだ設定なのに、ケイさんずっと、え、村長誰ってずっと言ってて。いや、だから、村長はもういないです。死にました。3回ぐらい聞いてたゲーム中に。なんかみんなが村長の話をするから、ケイさん多分不思議に思うんだと思うの。なんか。全然理解してない。なんか、え、だから村長誰とかって3回ぐらい聞いて、か村長死んでます。もう何聞いてる。ツッコミの頃満載でした。真面目にゲームできてたの私と勝也さんとひまりさんぐらいじゃないかな。ライカ君もなんかポエってしてました。なんか経験者はライカ君ぐらいしかいなくて、でもライカ君もあの下手だから、僕あの、え、自分で言ってんの、僕あの、僕があの下手すぎてすぐバレましたみたいな感じで。じゃあもう私もゲーム苦手な方だけど、結構頑張ってた方だよ。めちゃくちゃ楽しそう、楽しかった。しかも私女だったけど男の子の役だったんで、で男の役で、しかも水野さん、テッシーさんがその女の子の役で、私とテッシーさんの、その役がなんか秘密裏に付き合ってるみたいな役割だったのね。なんかなんかちょっともう面白くなっちゃって、その設定見た瞬間に。本当そうだよ、みんな天然だよね。え、みんな天然、よくさ絶感せず不思議。確かに体調とかもね、体調も結構天然。みんな、え、もうお仕事するときはみんなちゃんとしてます。ちゃんと少し変だし、もちろんさ、ライカ君もちろんって言ったら失礼だよ。そうだけど。体調じゃない。みんな、ケイさんもなかなかじゃん。ケイさんもなかなか天然です。ひまりさんだってさ、なかなかですよ。
いやでもみんなお仕事するときはちゃんとしてるんです。そうだよね、はい、でシーンの前にみんなでやるシーンとか、あと真剣なシーンとか、ここは絶対逃しちゃいけないよねみたいなシーンのときはちゃんとみんなであの楽屋会ちょっとめっちゃしっかりしてる、ちゃんと相談してここはこういう風にしようとかってやるんです。だけどマーダーミステリーは普通にグダグダでした。見てる時はみんなあれだよね、みんな天然ですね。ケンゴ絶対分かってないと思う、本当に。でもなんかまあ頑張ってた頑張ってたっていうか、なんか面白かった。ケンゴは面白、ちょっと面白かったです。いや絶対笑っちゃうよね、私も笑っちゃう。天然だらけすぎるし、死ぬ。もうどうか天然にいくの？あ、天然にいくにゃくれそう。そんなの脱ぐよ。脱ぐぞ。脱ぐろうがしなきゃ。いや、本当に天然だらけです。うまいですよね。まあ、私も何杯かというか、ちょっとだけお酒は飲んだんですけど、なんか、うち、集合写真顔真っ赤すぎん。顔真っ赤すぎん、普通に。なんで？でそんなにそんなに飲んでないのに、あなたの真っ赤なの？お酒飲んじゃダメな人、シュンやめろはできるのかな。できなくはないと思うけど、なんかでもお酒入ってなかったらできそうだけど、入ってたらなんか寝そう、知らないけど。私はまあまあゲラというかツボ浅いですよ。そう、なんかそんな感じでワイワイわちゃわちゃずっとやってました。まあテッシンさんのお店片言に集合したんですけど、片言のご飯全部美味しいんですよ。私行くの2回目だったんだけど、ずっと片言のカレーが食べたくて、ずっとメニューにカレーってあるの気になってて、前行った時食べてなかったんだけど、あ、ちなみに片言はピザが美味しいです。とっても焼いてるんですよ、生地が作ってちゃんと。でカレーがずっと気になってて、みんなでご飯頼もうってなって、まあ大体さ、そういうみんなで集まるところだからさ、大皿焼きそばとかさ、みんなでこうちょっとずつ取ってつまめるようなやつを頼むんでしょうが、私どうしてもカレーが気になっちゃって、一言目にテシーさんカレー食べたいですって言いました。でもびっくりされた。でも普通にカレー一人前食べました。美味しかったです。あ、お酒飲んでも顔色変わんないのいいな。エア君と体調先はそう、あ、どう、体調はどうなんだろう。みんなでも結構テンション高くなるタイプだと思う。シアも顔真っ赤なイメージある。顔真っ赤、確かに一人メニューなんだよ。いや、そうなの。でもひまりさんもなんかチャーシュー丼とか頼んでたよ。私指そんな長くないですよ。ピアノはやってことない。やるくとんならやってたけど。私カレー食べた。大学くん強らしいよ。ここへ。強らしいよ。強そうだよね。でも大学くんはその日名古屋で多分ウルトラマンの一日館長してて、その後ビュン東京まで来てくれて、びっくりですよね。来てくれました。これまでマナースソードでボンガボンゴがあったのっけ、み雰囲気をするときあざよボンガオレまでマナーン雰囲気アニンぬけんかオレマネゴミ記事がなせよ。どこのメンバー、トリガー、ウルトラマントリガーのガッチレクト、この日なの大変そう、すごいよね。フッカルを発揮してくれました。ティッシーさんお店やってるよ、片言っていうお店、美味しいですよご飯。
ママとも行きたいよね。ケンゴにチケットもぎりしてもらった。いいな、私もなんかそういうのやりたいな。ウルトラマンにも出てるの。ウルトラマン出てました。ウルトラマントリガーっていう2年前ぐらいの作品なんですけど、よかったら調べてみてください。持ってないね、モフサンド店の T シャツは。エビフライニャンぐらいだね。その行き先を話してるじゃん。モフサンドニャン？モフサンドニャンじゃねえや。モフサンドが流行る前？あ、そうそう、モフサンドが流行る前にママがあれを見つけてエビフライニャンを買って。2年とか前だよ。イグニスがセレクトだったっけ。違うけど、まあガッツエクトみたいなもんだよ、仲間だよ。でもトリガーダークってそのソフビのくくりがウルトラ怪獣の方なんですよ。ウルトラマンじゃなくて。そうだからいつもいじられてる。エビフライニャン、そうエビフライニャン。 TikTok でそれこそ多分あれだ、やったれ踊ってる時に着てるやつだ。私もチケットもぎりべしたい。沖縄でさせてくんないかな。あ、デジタルか。おーベイベー。最近の私の購入品をみんなに紹介するね。シャキン見てください。こちらの購入品、モバイルバッテリーなんです。見返しに行ってみて。それぞれも怪獣です。これあのモバイルバッテリーなんです。大事なことだからね、2回言った。これあの携帯に直接こうつけれるモバイルバッテリー、便利じゃない？ケーブルいらないの。だからこれ充電してこれだけバッグにポコンって入れとけば充電できちゃう。これマジ便利そうじゃない？まだ使ってないんだけどめっちゃ便利そうじゃない？しかもそんなに重くないです。別にテレ、あの、あれじゃ、あ、テレビショッピングじゃないですよこれは。で案件とか PR とかでも何でもないんですけど、めっちゃもう手のひらサイズだし、ちっちゃいバッグにも入る、便利よ。もう超便利。なんか全然軽くないです。あ、軽くないですよ、重くないです。嘘ついちゃった。いくつぐらいなんだろう、重さ。確かにでもちょっと遠いな。ふんちゃんがチケットもぎれないらもぎられループするためにチケット何枚も買っちゃうな。買えるんか。あ、でみんな沖縄買えた。アンカーのやつ、そう、アンカーのやつ。私モバイルバッテリーずっとあのこれ使ってて、この普通のケーブルつくやつ使ってて、これあの私の学校の卒業した学校の高校の卒業記念品でもらったんです、このモバイルバッテリー。卒業記念品でモバイルバッテリーくれるなんて、私の卒業校なんて素敵なセンスをしてるのって思ったんですけど、これをずっと使ってて、あの卒業してから。あ、ちなみに私あの高校生の間のモバイルバッテリーもちゃんとしたの持ってなくて、卒業してからゲットしたんですけど、それを卒業記念品のモバイルバッテリーをずっと使ってて、やばで、あのケーブルがね必要なんです。これちょっと邪魔な時あるじゃないですか、ケーブルで。しかもちょっと大きいの、まあまあ軽くていいんですけど、でしかもこれなんて言ったってフル充電2回分できるっていう結構な大容量のモバイルバッテリーでも、ケーブルがちょっと邪魔だなって思う。でちゃんとしたモバイルバッテリー、まあ、これもほら記念品でもらったやつだからあれだけど、ちゃんとしたモバイルバッテリーはあんまり持ってないし、いいところの買ってみようかなと思ってアンカーを買ってみました。センスいいよね。あ、繋がんないか、とりあえず航空券の予約ページ見てる。
品数のリキッドって答えました。うん、めっちゃセンスいいよね。でも私の同級生みんなこれ使ってる、いまだにいまだにみんなこれ使ってる。ん、使える、使える、へたってない、めっちゃいいですよ。これもこれね、フル充電2回分でよ、これリオだって。なんかウルトラマンの声みたいな語尾になっちゃったリオでもね、あのこっち側ね映すとあの学校名が書いてあるので映せないんですけど、でもここにあのバーニーシール貼ってある。マヴァイルマッティーショーガヤでマザよ。使いやすいのよこれ。これはこれで、ね、ちょっとお出かけとかなんかさ、荷物少なくしたい時あるじゃん、小さいバッグ1個で行きたいみたいな時、そういう時に便利。これはまあトートバッグとかでも入れれるから荷物多くても大丈夫だけど、このロゴ入ってるからこっち側以外は見せられないんですけどこれめっちゃいいです。まだ使ってないけど使うの楽しみ。でもこれはフル充電1回分って書いてあったけど、まあそんなにフル充電したいときないじゃん。一回じゃ、日帰りで帰ってくる日とかだったらフル充電一回で十分かなって思ってこれにしました。まあこれもあるしね、持っていけばいいし。いまだにみんなで集まるとみんなこれモバイルバッテリーこれ出すんです卒業生で集まると充電しようってなってみんな出すの、みんなこのモバイルバッテリーなのえ、ちら愛好心高すぎじゃねって言ってそう、このバッテリーはスマホと同じぐらいでっかい方はまだ買えるんじゃない。みんなさ、みんなチケットぐるぐるしてるから多分みんなまだ買えるよ。え、9月15日の沖縄片道2500円、名古屋とか行くより安いやん。でもこれあのこのケーブルがねないとねいけんから。でしかもここ USB のケーブルなのよ。私普段充電するときにタイプ C 対ライトニングケーブルのやつ使ってるから同じのじゃできないの、これ用のが必要なの。でも重宝してる。でバッテリーを買った。あと9点でいっぱい買いました。メガ割りで、メガ割りで。でも買ったやつさあ、あ届いたんだけどしまっちゃったんだ。全部いっぱい買った。なんだ、アイシャドウとチーク、とチーク2つ買ったでしょ、リップも2つ買った、あと何、アイシャドウも1個買ったでしょ、あ2個買った、あとなんだっけ洗顔、あ洗顔はでも9点じゃないとこで買いました。まだにいろいろ悩んでる。えピアノさ、ワンプラスワンのリップ絶対買った方がいいよ。多分おすすめの上の方に多分出てるけど、ピア公式からワンプラスワンで1200円ぐらいで買えるワンプラスワンのピアノリップがあるんだけど、それ絶対買った方がいいです。お得すぎる。たくさん買いました。どんまいだよね。あと美容液買いました。センテリアみたいなところの美容液が 100ml で2200円とかだったからお得って思って買いました。でいつも使ってるコスアレックスの 50ml と 30ml となんか 10ml ぐらいが全部セットになったやつ3000円ぐらいだったからそれも買って、あとクリーム、リジュランっていうところのクリームを買いました。それも 50ml で2700円ぐらい、リジュランにしては安くて買いだと思って買いました。で何買ったっけ、
あと韓国でメイクしてもらった時にメイクさんにこれ似合うよと教えてもらったやつをもう全部血まなこになって探してあるやつを全部買いました。700円で結局高くなる。わかるわかる。でもなんかもういっかって思ってる。だって3ヶ月に1回だよ9点って。コスアレックスパッド、コスアレックス美容液パッドも気になるけど、私バンデイズ U の緑のパッドも気になってたんだけど、なんかそれはちょっとやめました。これシカセラムってやつ、これを買いました。このねシェリマックスってとこのオニアンプルは普通にあのなんか新大久保のイロハニっていうお店を見てたら1500円ぐらいになってて、で9点見たら9点より安かったの。だからこれ買っちゃおうって思ってこれ買いました。でこれももうなくなりそうで、これストックないのでこれ終わったらオニアンプル使おうと思ってます。あと何買ったっけ。ミシャのシャドウとクレベのシャドウと、あと何買ったっけ、あルナのコンシーラー買いました。言ったじゃん、私だって一緒に頼んだってクーポン一個一個になるから。え同じ色だったらならないじゃん。えだって 1.5 じゃな、やなんでしょう。え誰が言ってたの。え 1.5 かって言ってたじゃん。なるほどっていう意味なんですけどむずっ。それ持ってるどれだ、これ一緒だね、お揃い。このコスアレックスのこのアンプルは私ずっと好きで使ってて、もうこれなくなっちゃうんだけど、もう3本目 ?4 本目ぐらい。これもストックあったら買おうと思ってたんだけど全然注文ページがなくて、でも家見たらあと1本あったので、あこれ含めて2本です。でもこれ5本目ぐらい、やばいよね、そんなに使うって。え結構ガチガチ、結構ガチです。でも今日そう頼んでたアイシャドウとチークが2つ来たのでそれでメイクしました。ちゃんとストックある、すごいです。もうなんかさこれがいいって、なんかその肌に負担にならない、これ使ってても荒れないみたいなやつを見つけると不安で、なくなった時のことが、安くなるタイミングでいつも買っちゃうんだけどマジで不安。なんかあこれ以外使えない、敏感肌なのであんまり冒険もできないし、これももうスタックあるもん。あこれは9点で絶対買った方がいいですよ。だってこれ70ミリ入ってて、70ミリが2個、ワンプラスワンの1個2個ついてくるやつが、2個ついてくるじゃん、2個買えるやつが多分2700円ぐらいで買える。意味わかんなくないですか。1ついくら、3000円ぐらいするんだよ多分1つ。でも2つで2700円、意味わかんないどうしてどうしてそんなことが起きるのドクタージー絶対買って、おすすめ。ヘアオイル、ヘアオイルはなんか気分でいろいろ借りてるけど、シマのサロンで売ってるシマのオイルとミルクを使う時もあれば、なんかあれナコノだっけ、あそこで買ったアロエジェル、スパセイロンみたいな名前のイスラエルかなんかのブランドのなんかアロエジェルっていうのがあって、それが髪にも使えるし顔にもボディにもどこにでも使えるってやつがあって、オイルだとどう頭皮と合わないのかな。そうオイルだとあんまり合わない、ベタベタしちゃうからジェルをたまに使ってます。うちよハンガーが倒すはよ、あちんちゃよこれ以後よわ。お母さんはルンちゃんと同じスキンケアじゃないですよね。そうエイジング、ママはエイジングケア、私は結構鎮静とか保湿メインで選んでます。やっぱニキビできるし
赤みとかも気になるし、あと美白も最近はちょっと気になるので、リジュラのやつはちょっと美白とかそのターンオーバーをよくしてくれるやつです。ちょっとエイジングも入ってるリジュランは。でも二十歳を超えたらもうエイジングっていうので、エイジングケア目代わり見まくって、あ、そうカラコンも私目代わりで買おうとしたんだよ。ハッパクリスティンとかオレンジとか。でも私度入りで欲しくて、こっちがマイナス 0.5 でこっちからマイナス 0.75 なんですけど、 0.5 あるのにマイナス 0.75 がないんですよ。買えない。韓国のはもう全部そうでした。見たら 0.75 がない。泣けますよね。だから 0.5 1.25 みたいな。なんで 0.75 だけないの。売り切れとかじゃなくてもうそもそもないの。泣けます。日本のはあるんだけど。カラコン目代わりで買った。カラコンどこの使ってるの。 T シャツかわいいよね。マリー・クアントとリリー・ブラウンのコラボだよ。また出るんだね次のやつも。冬のがね、でも買わないね。めっちゃ目いいね。なんか悪くなってると思う。高校生の時に測ったやつだからこれ絶対悪くなって、あ、でもメガネ作った時にそんなに変わんないですよって言われたのか。今モラク使ってる。え、一緒じゃん。私もモラク使ってる。モラクの何色。え、やだ女子トークじゃん。え、リモコンどこ。え、あ、ちょっとごっこクラブっぽいよね。これごっこクラブの人にも言われます。これ着ていくとココクラブの T シャツって。違いますって。오늘헤어스타일은귀여워서더귀엽네요진짜요。私モラクのやつ使ってる時絶対カラコン何って聞かれるの。可愛いって言われる。それは最初にね、ママが見つけて買ってやる。宮脇さくらちゃんのブランドモデルやってる。そう、モラクのダークピオニーっていう色はマジで絶対聞かれる。え、なんかつけてるみたいな。今日漏れてる、可愛いって絶対言われます。へえ。でじゃあそれつけてないとか。サクラペタルとダズリーグレー。あ、ダズリーグレーバカ漏れるよね。サクラペタル気になってるんだよな。でもダークピオニーもめっちゃ可愛いよ。あとサクラスモアもまあ可愛い。ダズルグレーもめっちゃいいです。何色使って。ダークピオニーかな。一番使うのはダークピオニー。ダークピオニーはバカ漏れます。私のメガネはゾフじゃない、ジーンズ。桜ペタル使ってる。桜ペタルいいんだ、漏れるの。欲しくなっちゃったじゃん。なんかさ、2箱プラス1、2プラス2プラス1で売ってるの今値代わりで。でも私度数がどっちも違うからさ、半端になっちゃう。半端になるのよね。だから結局6個買わなきゃいけなくて2倍になるのよね。どうしよう。한시간동안지켜때문에컴퓨터앞에있었더니허리가아파요그쵸고마워요그렇게힘내줘서髪型いい感じじゃん。かわいいっしょこれ。ベトナムで撮ったんだって。すごいね。ベトナムで撮りました。最高のロケーションでした。お楽しみに。12月発売です。12月7日発売です。向かっても困らんのじゃけど。3色買いして試してる。あー、一個つ。え、その場合どうするの。やっほーゆうゆう。この間ゆうゆうのあの夢に出てきたらしい。私ミラーグレー外漏れする。え、ミラーグレーも気になった。なんか一個買うときに同じ度数で3色買う。もう1個は同じ度数で3色買えばいいじゃん。1プラス1と同じ色じゃないとダメなの。
いや、いいんだけど。あ、左右度数同じなんだ。じゃあ一箱で 2つ使えるんだ。でも違うじゃん、度数が。どういうこと？3色か。3色ずつってこと？あ、そりゃそう。でもだってあれもいい、これもいい、それもいいと思うでしょ。でもダークピオニーが私漏れるので、ダークピオニーはストックで欲しいんです。どう？だから桜なんとかとミラーグレー、うん、いやでも待って、なんかあるんだよ、なんかもう一個、なんかもう一個あるの、可愛いのが。一つは諦めなさい。青剤来たよ。燃焼したら見てくれますか？もちろん。ベトナムコーヒー美味しかった。この前の北陸でつけてたカラコン知りたい。金沢ダークピオニー、モラクのダークピオニー、クイックでつけてたのも、ハピアニでつけてたのも、モラクのダークピオニーです。バーカ可愛いから、マジで本当に超可愛い。写真見つけよう。これ、あれがダークピオニーなんで絶対か、いやマジで絶対買って、可愛いんで。この時つけてたやつ、このカラコンつけてる時ファンの皆さんにもよく可愛いねって言われます。これは本当にそう。あ、サヒくん、私が名前つけた。沖縄、沖縄っぽい私服で来んのかな。 あ、そっか、何着る？暑いの？え、だってさ、一番知ってる人が今いないんだよ、みんな。そうなの。どこ行っちゃった？今いないんだ。ベトナムのコーヒーは、ベトナムコーヒーは練乳入ってるから甘くて美味しかったです。ダークチョコって。これマジめっちゃ可愛いと思った。可愛いのよ。絶対買ってほしい。名前？え、もしかしてさ、0129って誕生日？誕生日だったら私のお母さんと誕生日一緒。名前か。ふゆちゃん。あ、全然何の迫力もなくてごめんなさい。ピース。Tシャツ着んのかな、みんなで。全然衣装の詳細とか何も言われてない。私服ですとかも言われてないな。みんなはどういう格好が好きなの？その可愛いワンピース、綺麗めワンピースみたいな感じがいいのか、ラフな格好がいいのか。ベトナムコーヒー美味しいよ。ふゆちゃん可愛い。なんかアイコンの感じがふわふわしてて可愛かったから、ふゆちゃん。あ、スクショタイムまたやります。ピースしてって言われたからピースした。俳優さんはあれですよね、ビジュマですよね。うん、この間までつけてた爪も可愛かったから紹介するね。フィンガースーツのプレスオンネイル、なんていう名前だろう、これ。あ、書いてなくない？あ、メルティンハート。この爪超可愛かった。さっき取っちゃったんだよね。なんか2個ぐらい雪に取れちゃったから、もういいやって取っちゃったんだけど、これ超可愛かったです。フィンガースーツ、この爪、付け爪。私ジェルネイルしたいんだけど、いつでも取れる状況にしておきたくてできないから、
セルフでピールオフのセルフでジェルネイルするか付け爪をつけるんだけど、この付け爪は今までつけてきた付け爪の中で一番取れにくかったし超良かった。あ、トモさん来た。なんかいろいろおめでとういっぱい言ってくれてありがとう。ハイサイ沖縄ね、行くよ沖縄で。ちょっと今話してたんだけど、沖縄って今どんな気温どんな気温ね、例年9月中旬ってどんくらい。そうそう、スタバのやつでつけてた。ジェルネイルはピールオフ剥がせるやつ塗ると結構すぐ取れます。2日とか持たないけど、これはまあまあ持ちます。多分3日ぐらい持つよ普通につけてても。で40ピース入ってるから付け替えも全然できるし、シールなんで、そもそもシールで貼るやつだから超簡単ってことで、これもね買いました追加で、セールしてたんで。きっと大丈夫。外袖先の方ね、使おうとしてるの見てる。そう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 、タマさん行けそう？チケット取れたっていうか、みんな沖縄来てくれありがとう。沖縄まだまだ暑いよ、日差しが刺さるよ。暑いんだ、暑いってみんな。また焼けんのか。もう焼けないか焼けすぎて。アジギュうん、こっちょんこっちょんだよ。ひなちゃん、クラゲから守れるならクラゲに刺されるなんて蚊に刺されるようなもんです台風来ないといいね。ぐるぐるから動かないか、うちは見に来た。そう、台風来ちゃったらもう最悪タマさん家に行こう。私たち、そう、私とファンの、そのファンの皆さんはそのみんなでそのタマさん家に行って、タマさん家でホームパーティー、たこ焼きパーティーと。タマさんが作るスイーツ、確かにする、スイーツ、スイーツパラダイス。東京いると、私は東京で会えます。よくよくってなんだ東京で会えます、よく関東で会えます。なんか沖縄の話しとった、タマさんの話してた。なんか沖縄のそのバーベキューでみんなが来て、のタマさんがの車に乗れる人数とかならもうみんなでタマさん家に行ってタマさん家でホームパーティーすんないっていうお邪魔します。ちいかわイベント全部ね、サーモンちょっこいっす、マザヤ。みんながまた東京でイベントできるといいな。東京でも地方でも。なあ、みんななんでそんな変えない。ちいかはそんなに戦争なの。海の近くなのかなあれ。そうなの。写真集のエレベーターないの。いや、わかんないあったとしても言っていいのかわかんないから言えないや。じゃあ、ほんなら今度タタで送迎するで、愛車温めておきますって。優しすぎや。会場海に囲まれてるんだ。え、じゃあ死ぬかも、溺れたら。大丈夫か、みんながいるか。うん、そうだね。救命胴衣つけて右手に箸、左手に皿、口には肉。デルンちゃんもタマさんに襲ってもらいな私みんなにお世話になるつもりで沖縄に行くから、みんながお世話してくれないとやだよ。溺れないで
てください。でも私泳げないんだよ、金づちなのよ。海で背泳ぎっていうのもかっこ悪いしね。うん、海っぽくない。これも可愛いんだ、デイジークのなんかピンクグアバって色。世話しちゃうか、お世話して。世話は旅行準備箱なんでサーバーがくっぞ。サーバーてめえ、うん、常浮きは常につけといて、心配。分かった、こうやってチェキそれで撮る。じゃあさ、ここにウエストにはまって撮れないぐらいの子供の浮き輪みたいなの買ってあげるよ、ママが。ずっとつけてる、うん、ベイマックスみたいになってくって。1個でいいやろ。めちゃかわリップやろう。これめちゃかわいいね。あ、これ美味しい、美味しいリップだよ、これ美味しいリップ。デイジークジューシーデューイティント、これかわいい。もうこれ色違いも持ってるけど、これかわいい。腕につけるやつでしょ、ちっちゃい子みたいな。ここにね。さすがにここは恥ずかしい。え、マジでチケットどうしたらいいの？全部チーカーのせいだ。でも携帯をさ、背負っておけるようにさ、なんかショルダーみたいなの欲しいよね。え、てかゼロさんのあれまだ売ってるかな。確かに。あれ神回だよね、水泳さんの水泳の。うん、でもまあもう泳げないかもしれなくてごめん。チーカーは恐るべし。マジで沖縄のご飯にこっそりチケット用意できないの。いや、分かんないよ、私に聞かないでよ。そんなのルンコができるわけないじゃん。したいよ、私だってさ、したいけどさ、もう分かんないじゃん。マジリロードしまくるしかない。だって諦めないで、みんな。沖縄でイベント店でバーベキューとかって言ってたんよ。そう、でもあの時私マジで知らなかったよ、こうなること。特典会、沖縄の海と夕日をバックに撮れちゃう。わかんない、どうだろう、撮れちゃうかな。でもその場合逆光かもしれない、どうする。考えればいい。何かわかんないけど、何のことだか。で夕日をバックに撮れちゃうかなっていうから。夕日バックね、逆光だね。逆光だよね。戻るボタン押さずにリロードです、だそうです。充電したい。助けてくれないの？だってさ、ここに用意してあげてもこっちに引けたんだよ。すいません、気づかなかった。で、してくれないの？手伝ってくれないのって言ったの。苦戦じゃなかったのよ。いや、ほんと逆光はね、逆光は違うよね、多分。人気で取れないっていうか、ちいかわのなんかチケットを取らなきゃいけない人たちが他にも全世界にいるみたいで、なんかそのおかげでなんかサイト自体が重いらしい、大ポケの。かわいすぎて死んだ。死んじゃダメだよ。そして死にきます。ケバブ食べたくない？明日買おうじゃん。ケバブ、ケバブ、バブバブ、ケバブって中
ケバブバブ。カエルピョコピョコミピョコピョコみたい。ケバブバブバブ。ケバブバブ。最後までやった。ケバブバブバブケバブバブ。ケバブバブバブケバブバブ。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコ。カエルあケバブバブバブケバブバブ合わせてケバブバブ。ケバブ合わせてバブバブケバブバブケバブバブバブからかライブ決定しよう。初めて全然繋がらないと思った。お前やで。みんなたまに散歩行くんだ。公園は天気良ければ景色めっちゃいいと思う。あらららら何言ってんの本当だって早口言葉みたいじゃない。ケバブバブバブケバブバブ合わせてバブバブケバブバブ。サイトと一緒にバグったブグバグブグバグミブグバグってやつがあるんで合わせてブグバグムブグバグってやつ。ケバブバブあ間違えちゃった。ブグバグブグバグ合わせてブグバグブグバグカエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコキククリキククリミキククリ合わせてキククリムキククリ。子役時代散々やらされたんでお母親にお謝りなさい。カエルピョコ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 合わせてピョコピョコ東京東京歌曲ブグバグブグバグブグバグ合わせてブグバグブグバグキククリキククリミキククリ合わせてキククリミキククリ。いや子役時代にレッスンで早口言葉をやるそのターンがあるんですよ。ターンなんかその早口言葉タイム なんていうんですか、あのなんかセッション。いや違うな、なんだっけああいうのってなんていうんだっけ、なんていうのあれだよね、ダンスとかでいうさ最初の体そうそうそうウォームアップみたいなタイムがあるんですよ。そうあるんですよそれでその早口言葉の 10選みたいな、早口言葉10選みたいなあって1から10まで覚えてかやってたら覚えるんですけど言うっていうやつがあって、そうそれを1人ずつその1から10まで言うみたいなタイムがあるんですセッションなんて言ったか分かんなくてそう本当でもセッションなんか1回だって早口言葉で喧嘩したことあるから、なんかブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグっていう早口言葉があるんです。でそれを前後に分けるんです。ブグバグムグバグミブグバグ担当合わせてブグバグムブグバグ担当で2人でどっちかに分けて、でそれを言いながら言い合いながら怒る喧嘩するみたいな、ブグバグブグバグミブグバグみたいな感じで。でも私はそれしか言えないの、あ相手はずっと合わせてブグバグブグバグしか言えないし、それでずっと喧嘩するっていうやつもあったんです。あそうそう基礎練習みたいな、そう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 。バスガス爆発ブスバスガイドはなかった。右耳にミニニキビはあったよ。私右耳にミニニキビが大の苦手で全然言えませんでした。でそれはなんか勝ち抜け方式だったの、なんか言えた人から次のあれに入るみたいな全然言えなくて一生やってた。右耳にミニニキビ呆れられるぐらいやってた私だって好きでこんな言えないんじゃないんだよって思いながらそうだったんだ、知らなかった一生やってたもう終われないからさ、もうほんとなんで言えないんだよって。3回連続で言わなきゃいけないんだ、ずっと言えない。毎日パーティーに向けて沖縄料理仕込みしとくか、もずくの天ぷらマスターとしてチャンプル系もいいな、ゴーヤチャンプル。そうでもそんな子役時代のレッスンがありました。特典会でブグバグいや一個しようね負けないぞ。で1から10まであってさ、1から10まで覚えなきゃいけないのよ。
しばらくやってさあ次の、まあ、5回目ぐらいからやりましょうとかじゃないの。1回目に渡されるじゃん、2回目の時にはもうないのもう覚えてるってなの。1から10まで、タヌキ100匹、箸薬膳、天目100杯、棒800本です。10個目はよく覚えてこれだけ、これだけ覚えてる。10個目、それが10個目だったの覚えてる。むのぎ町の短い曲がり目から無曲がりして、むのぎ目の曲がり目がむのぎ屋です。これも覚えてるすごい。8個目ぐらいかな。あのこれ多分全部あれなの、あの早口言葉で有名なあれだよね。我慢の油売りじゃなくて、そうそう、そういうやつ。あとさ、なんだっけあれ、あのさ、名前の長い人もいたよね。正気面の正助じゃない。ああ、いやね。あったあったあった。え、なんだっけあの早口言葉で有名なやつ、天、なんだっけあれの抜粋が載ってんの、その10選の中に。あれを全部覚えたことはないんだけど、その抜粋が全部載ってんの。懐かしいね。あ、そうそうそう、あの名前のやつはジュゲム、ジュゲム、ジュゲム、向こうの人に会話して、でもそれも別に覚えたことないんだけど、もう一個の方なんだっけ、なんとかのなんとか売りだよね。ガマの油売りじゃないんだっけそんな、なんかそんな感じじゃない、ペトペトしてない感じ。え、なんだっけ、あの有名なやつだよ。ちょっと調べてみる。ジュゲム、ジュゲムもあるね。ジュゲムもやったけど、やっぱりそうだよ、ガマの油売りだよ。嘘、ほんと。どういうやつ。あ、ウイロウリ、それ全然違うじゃん。え、ヒキガエルが敵に向かったり、ある刺激を加えられた時に分泌する白い液が収集し、薬として売られていたもの。でもウイロウリです。タヌキやビキハシ薬膳とかも多分ウイロウリから出て、ウイロウリにあるやつ。バブバブ爆発そんな感じでやってました。懐かしいね。坊主が上手に、だ坊主が上手に屏風に坊主の絵を描いたみたいなやつもあったよ。言葉の練習ってなってる。あとあのあれとか、なんだっけ、あの隣の竹は、隣の竹はよく、じゃじゃじゃ、なんだっけ、竹立って、竹か、か、竹だけかけたのに、そう、なんかそういうやつ、立てかけといたみたいなやつえ、隣の客は、客はよく書き食う客だ。全然早口言葉なってない。ちなみに今ものはだって読んでるだけやろ違う、普通の言葉もなんか最近よく喋れない。そう、言葉の練習なんだあれ、ウイロウリって。喋、うん、ることか、滑舌よく喋る、いろいろありました。懐かしいですね。なんかそのレッスンも、レッスンブックみたいなのも私も持ってて、子役時代週1でレッスンがあったんだけど、途中からあれは何、月1、月2ぐらい、ん、1日4時間ぐらいのやつ、演技だけのやつ。4時間、月1ぐらい、夏休みとかじゃない、あ、そうだっけ、なんか月1ぐらいで4時間、1日4時間ぐらいやる、なんかレッスンみたいになって、そういう時もあったよ、あの先生のガチ恋工場ぐらいしか言えないいいのよ、適材適所。ガチ恋工場ってどういうのか、むしろ知りたい。あれだよ、好き好き大好きやっぱ好き、なんとかなんとか王子様みたいな。女子バージョンなの、女子が言う、女子も 男バージョンも女バージョンもある。なるほど。なんか1日4時間ぐらいやる、演技だけやるレッスンが、
訓会じゃないや、なんだっけ、特訓会はまあまあ特訓会であるけど、あったじゃん、まさとくんとか見たじゃん、きこちゃんとか、ひかるくんもいたよ、夏休みだっけ、うん、覚えてないけど、夏休みになんかさ、そういうのあったよね、あのあそこで集中レッスンみたいな、そうそう、5階でやってたやつ、6階じゃなくて5階でやってたやつ、集中レッスン、ね、集中レッスンだっけ、そういうのあってよくそっちに行ってましたね、あ、わかった、毎週通うのがそうめんどっち、めんどっちからって言わないの大変だから月1にして、そう1回が長い、そうそれ4時間ぐらいあったでしょ、あれ2時間ずつでなんか休憩挟んで4時間ぐらいやる、1日月1かなんかでやってる演技レッスンとかにも行ってた、それは演技レッスン、演技だけしかやらないんで、これワークショップじゃないよ、子役の時の事務所のレッスンですね、子役の時の、でも毎週行ってた時は歌もダンスも演技もあったんですよ、毎週は行ってなかったけどね、いやでもほら週替わりじゃん、あれレッスンが、ダンスの週、歌の週、演技の週じゃん、うん、だけどまあ行かない時も行けない時もありました、行けない時もありましたけど、月に1回ぐらいしか、えそんなことでちゃんと言ってたよ、演技レッスンの時ちゃんと言ってた、ダンスもちゃんと言ってた、歌ぐらい、じゃあそれはズルで行かなかったじゃなくて、あまあまあお仕事もありつつね、でもその歌のレッスンの時になんかリズム打ちみたいなのがあるのね、なんでルナってあれできないんだろうね、本当できなくて、それも勝ち抜け方式なの、なんかこの例えば1ってやつ A みたいなやつができたら次は B に行くで C に行くみたいな感じなんだけど、もう一生できないの1がずっと1やってるんだから、読めるよ、音符わかる、わかります、音符の長さわかる、わかります、もうバカにしてますママが私のことをチュキ、東京都許可局ってのはなくてあるのは特許庁とかいうやついますよね口言葉だからそこは多めに見てよってね、なんでずっとトーナメントしてんのよ、いやなんか多いのよそういうの、すごい厳しい先生がいて、いや 愛のある厳しさなんですよ、愛のある厳しさなんだけどよく怒られてた、怒られてました、で先生もその変わるんだよね期間で、いろんな先生に教えてもらえるんだけど、だからジャズダンスの時もあるしヒップホップみたいな時もあるしいろいろなんだけど、本当にあの歌のレッスンの時はね苦手で、そのリズム打ちだけが、演技レッスンもまあ楽しかったですけど、いろいろたくさん怒られました、こんな私ですがね、怒られたよね、うん、見てたでしょ、でも、うん、モニターで音は聞こえないだろうけど、うん、最初の方は見てなかった、だってさ、今日嫌いになった日本語、ただいまアクセスが集中しておりますうるせえ、分かってるよってね、その100倍ルンちゃんのこと褒めちぎろ、でも最終的にはこういろんな先生に頑張ってるねって言ってもらえるようにはなりました、多分多分、今日も可愛いよありがとう今日嫌いになったキャラちいかわウケる、沖
縄の土産、あのさ、私沖縄の土産でさ、みんな魂に聞きたいことが、あの美味しい紅芋タルトを教えてほしい。なんか美味しい紅芋タルトを教えてほしい。誰かに買ってこいって言われたの？いや違う、食べたくね、紅芋タルトって思って、なんか久々に食べたいなって。それはね、美味しい、美味しいよね、うん、美味しい紅芋タルト教えてほしい。そんなの昔から嫌いだよ。だってただいまアクセスが集中して紅芋アイス食べたい。あ、甘いよね。種類いっぱいあるからね、ちっとリサーチしとく。わーい、嬉しいな。だからみんな沖縄に来る私のファンの方がいたら、沖縄土産はタマさんに行けばバッチシ、きっとそう。そろそろ終わろう、スクショタイムね。今日さ、つけ爪つけたまま髪の毛やってて、もう髪の毛に爪が引っかかる引っかかる引っかかる、なんかもう猫ってこういう気持ちなんかなと思うぐらい引っかかるわけです。でも全然なんかしたかった髪型できなかったんだけど、まあ、結局この髪型みんなが可愛いって言ってくれてよかったです。あ、写真集ね、12月7日に発売になりますからチェックしてください。特設サイトもできてますからね。今日のヘアアレンジはハーフツインをして、ハーフツインした毛をこうやってねじねじにしました。ハーフツインしてねじねじして結んで、あとこの辺はバンカーをしたんですけど、下の髪の毛は雨だったので全部落ちました。このハーフツインしてねじねじするやつかわいいです。フレンチガーリーとかに合いそう。で、あとここにリボンつけてた、今日は黒いベロアのリボンつけてました。沖縄へそこまんなよ、まんなよ、ヨロブにつけサルシンに、うん、あれよ、チケット買えますように皆さんが、お願いします、みんな来れますように。じゃあね、みんなおやすみなさい。バイバイ。チャルザよ。バイバーイ。おやすみなさーい。